はい、こんにちは、116ウィンズです。今日はトレードに関する話をしていきますが、ドジャースは今日ブルージェイズから内野手のキャバンビジを獲得したと発表。見返りとして今季ダブル A とトリプル A でプレーしたリリーフピッチャーブレイドン・フィッシャーがブルージェイズ移籍となっています。ビジオは移籍したばかりですが、今日早速レンジャーズ戦で9番サードでスタメン出場していましたね。ビジオはお父さんが2015年に殿堂入りを果たした名選手クレイグ・ビジオで、今日ドジャースタジアムに試合を見に来ていたみたいですが、息子のキャバンのメジャーリーガーとしてのキャリアは今のところお父さんほどにはうまくいっておらず、まあもちろんそれは大体のメジャーリーガーに言えることではあるんですが、あまりうまくはいっておらず、先週ブルージェイズから DFA、 今期の年俸が421万ドルと安くはないので、すでに贅沢税の課税割合が一番重くなるほどペイロールが増大しているドジャースが彼をあえてトレードで獲得したのは少々意外でしたが、今回のトレードでブルージェイズはいくらか金銭を送るようですので、多少はドジャースの年俸負担は軽くなっているようです。ビジオは複数のポジションを守れるユーティリティ性が売りで、かつ守備も前ですので柔軟に使えるのがいいですが、左バッターの彼をドジャースは基本的に右ピッチャー相手に起用していく方針のようです。今回はこのビジオについて少しお話しできればなと思っています。先ほども少し触れましたが、ビジョーはいろんなポジションを守れるのがまず強みとしてある選手です。今季44試合の出場で多い順にセカンド、ライト、サード、ファーストと内外野どちらにも入っており、またキャリアではさらにレフト、センター、ショートでの出場経験もわずかにありますので、ピッチャー、キャッチャー以外だったらどこでもプレーした経験は一応あると。一番多いのはセカンドですので、そこがメインのポジションとはなるんでしょうが、どこのポジションも一定以上の水準で守れますので、困ったらとりあえずビジョーを入れればいい便利さはある選手かなと思います。一方でそれで DFA になっているくらいですから当然ではありますが、バッティングはずっと課題でして、今季はまだホームラン2本、 WRC プラスも88とリーグ平均以下、2021年以降も基本的には平均以下の水準であることが多かったですので、現状のままですとあまり攻撃面での活躍には期待できないかもしれませんし、そこまで期待すべきでもないでしょう。かつては強力な攻撃陣が売りだったブルージェイズは今季なかなか勝つことに苦労していますが、その一因には得点数リーグ12位の打線の低調なパフォーマンスがあり、そこをどうにかすべくスペンサー・ホーイッツを昇格させる際にビジオの DFA を決断、そして今回のドジャース戦のトレードが決まったわけです。しかしビジオも DFA でブルージェイズを離れることになるとは少し前では考えられませんでしたね。アストロズ一筋20年、通算3060安打を記録した殿堂入りセカンドクレイグ・ビジオを父に持つキャバン・ビジオは、こちらも殿堂入り外野手ウラジミール・ゲレーロを父に持つウラジミール・ゲレーロジュニア、通算274ホーマーを放った強打の外野手ダンテ・ビシェットを父に持つボー・ビシェットとともにブルージェイズ2世トリオの一角だったわけですから、2010年代中盤のコンテンド期が一旦終わりを迎え、新しいブルージェイズを目指す過程の中でこの3人が揃って2019年に MLB デビューを果たし、これからのチームを担っていく存在としても期待されていましたからね。プロスペクトとしては当時球界ナンバーワンプロスペクトだったゲレーロジュニア、同じく球界でも10本の指に入る若手として期待されていたビシェットと比較しますと、ビジオのプロスペクトとしてのステータスはもう少し低めだったとはいえ、参加トップ10くらいの選手でありましたので、このような形で2世トリオが解消されることになったのはやはり残念ではあります。バッティングがレギュラークラスにならなかった以上は仕方ないことであるんですけれどもね。ただビジオもデビューからの2年間くらいは決して悪くはありませんでした。 MLB デビューを果たした2019年は100試合出場し、打率こそ2割3分4厘でしたが、ホームラン16本、出塁率3割6分4厘は優秀ですし、 WRC プラス115とルーキーとしてはなかなかのもの。盗塁も失敗なしで14個決め、パワーとスピード、ディフェンスのコンビネーションは今後のレギュラーとして期待させるものでした。ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 3.0 を残し、新人王投票でも実はゲレーロジュニアを上回る5位にランクインしています。続く2020年は60試合の短縮シーズンで59試合出場し、前年を上回る WRC プラス122、ウィンザーボリプレイスメントも 2.0、 ここまでは順調そのもの、平均以上のレギュラーとしてやっていけそうでしたよ。ただそこから2年続けて WRC プラス100を下回ってしまうと、怪我もありましたのでその影響も少なからずあったと思いますが、ルーキーイヤーや2年目の活躍をとうとう取り戻せなかったと。昨年は97試合で WRC プラス103と久々に100を超えましたが、セカンドに彗星のごとく現れたデイビス・シュナイダーの存在もビジオにとってあまりいいニュースではなかったでしょう。今年のブルージェイズに関してはビジオ以上に打てていない選手もいましたので、このタイミングで彼が DFA というのはややサプライズには感じましたが、せめて去年くらい打てていたら話は全く違ったんでしょうかね。続いてビジオのバッターとしてのタイプです。あまり総合的な攻撃力に優れる選手ではないビジオでありますが、しかし1点特に強い点を挙げるとしたらやはり選球眼でしょうか。とにかくボール球に手を出さず、通算のボール球スイング率は MLB 平均よりもはるかに 15.6%、 今季も 17.3% となっています。このおかげでフォアボールを非常に稼ぐことができ、通算のフォアボールの割合は 13.7% ということで、出塁することに関しては特に問題を抱えたことのない選手です。
ただそれ以外のバッターとしての能力に関してはメジャーリーグでは良くてせいぜい平均程度といった具合で、打球指標は特に目を引くものはありませんし、強い打球を量産するようなタイプでもないと。引っ張って時折パワーを発揮することはできますので、今後さらに打撃成績を上げるのであれば、引っ張っていい打球をいかに増やせるかが鍵にはなってくるでしょうか。またビジョーはお父さんとは違い、意外と三振も多い選手です。通算の三振率が 27.1%、 今季は 32.1% と3割を超えてしまっています。最もいわゆる三振が多い選手にありがちな空振りが多いわけでもなく、彼の場合はあまりスイングしないことが影響していると思われます。MLB 全体のスイング率は今季現地6月11日時点で 47.6% ですが、ビジオの今季のスイング率は 36.4%、 通算でも一貫して MLB 平均よりも低めで消極的なアプローチが見て取れます。スイングをしないことは必ずしも悪いことではなく、これが彼のボール球スイング率の低さですとかフォアボールの多さにもつながっている部分もあるはずですが、一方でビジオはストライクゾーンを結構攻められているにもかかわらずこのアプローチですから、結果としてカウントを悪くしてしまって三振を増やしてしまう、さらには打撃で結果を出しにくくなっている側面はあるでしょうか。もっともビジオに関してはストライクゾーンをあまり打てていませんので、そもそもとしてのバッターとしての能力にも問題はあるのかもしれませんけれども、ドジャースがビジオにより打席での積極性を求めるのかは今後気になるところです。そんなわけでドジャースに加入したビジオ、ドジャースは当面彼にチャンスを与えてはくれるでしょう。脇腹を痛めたサードのマックス・マンシーは復帰までにまだまだ時間がかかりそう。セカンドのレギュラーとして期待したギャビン・ラックスは WRC プラスわずかに68、ユーティリティ枠のはずのクリス・テイラーに至っては WRC プラスマイナス1と、プラスが名称に入る指標でマイナスを叩き出し、キケ・ヘルナンデスも WRC プラス74。この状況がすぐに改善する見込みもありませんので、基本はサード起用みたいですが、ここで入ってきたビジョーが活躍できればチームとしては大きいですよね。ビジョーはアプローチの良さもあるし守備もいいしで、あとはバッティングさえ揃えばそれこそもう一気にレギュラー格になれるだけの才能は持っていますし、そこを開花させるためにドジャースがどう彼を改造するのか、そのあたりはドジャースが実績ある分野でもあると思いますが、どのようにして彼に手を入れていくのか、それこそかつてのテイラー、マンシー、あとはジャスティン・ターナーなんかもそうですけれども、ドジャースでキャリアを変えることとなるのか、ここもまた今後注目ポイントになってくるかもしれません。ビジオは順調にいけば来年オフに FA となりますので、ドジャースとしては最長で1年半保有できることとなりますが、ただ結果が出なければ夏のトレードデッドラインを前に再び DFA ということもありえなくはありませんので、ビジオとしても新天地で早くなるべく結果を出したいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。